ハローエビバーリー初公演、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスタイムの4階ロカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信之は、この番組は吉本新喜劇で頑張っております、私森田信之は毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーの方をお迎えしてグローバルな情報から半径20センチで小さな話題までを皆様にお届けするバラエティとなお時間となってございます。ちょっと今日は肌寒いだけじゃなくて、大変こう花粉の飛んでるような状況だしね、ものすごく、そうアンノーイの状態でございますけどね、煩わしい状態ですね、まあまあめげずにやっていきたいと思いますけれどもね、まあえらいもんでね、まあ今日がなんとねうるう年、4年に1回の2月29日ですね、この同じ日がやってくるのは4年後ということでございますけどもね、そんな日にふさわしいのかどうかわかんないですけど、ね、今日のゲストの方はね、この番組は、ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内端でございます。サンゴと書かれたタクシーでございます。 GO というアプリで呼ぶこともできます。まあまあ、GO というアプリね、入れておられる方おられない方はおられるかもしれないですけど、あ、 GO というアプリ使おうと思ってるんだけれどもみたいな方がおられましたらね、ぜひとも、まあ、私の方に DM でもくだされば、この お互いで紹介し合うとね、クーポンとかついてきたりとかお得な乗り方できますのでね、ぜひとも遠慮なく私の方に DM くだされば、いいんでございますけれども、まあまあ今はどんな状況になっているのか分かりませんけれどもね、なんせタクシー業界はドライバー不足というのがずっと言われてますから、まあこのコロナが終わってからね、若いドライバーを常に募集しておりますので、普通免許を取って5年以上経っている方は二種免許を取ることができます。二種免許はもう言うても1回取ればねもう一生ものでございますから、まあまあ、ぜひとも取っていただきたいでございますけど、取る費用もね、20-30万かかるところ、サンゴタクシーの方お金出してくれますから、ぜひお気軽にこちらの方にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。はい、そしてご自宅なので空いてる土地ございませんか、津田建設が全てお手伝いさせていただきますのでお気軽に、お問い合わせください。自宅などでね空いてる土地があってほったらかしにしてても、ただただ税金がかかるだけでございますのでね、まあ、コインパーキングとかに変えて収益の上がる物件にしてみたらいかがでしょうか。見積もりは無料でございます。アスファルト舗装だけじゃなくて、ね、コンクリートの舗装とかもやってくださいますので、何でも結構でございますよ。ご自宅のところでここちょっとこれアスファルトとかね、ここちょっとコンクリートとかっていうことでございましても結構でございますので、遠慮なくお問い合わせください。よろしくお願いします。そして鶴橋で餃子といえば魅力で、鶴橋でお食事しようと思ったら大体韓国料理か焼き肉やったりするんでございますけど、餃子のすごく美味しいお店がございます。千日前通りを東に向かっていきますとね、南側にですね黄色い看板ですね、ちょうどアーケードが切れたちょっとぐらい行ったところにございますのでね、ぜひとも行っていただきたいと思いますが、焼き餃子はもちろんのことスープ餃子と、水餃子が絶品なるものでございます。この番組を見たよと言っても何のサービスも受けることができません。今この画面ここにですね収録日が入ってございます。2月29日、これが入ってるここをですねスクショ撮っていただきまして、で、そのお店行って大将とおぼしき人に見せてください、見てますね、何かしらのサービスをしてくれるはずです。そのサービスを受けてください。はい、だからあの、2月29日でございますからこれ収録日が、今日合わせて1ヶ月以内でお願いしますと言ってありましたんでね、3月の29日まで、この画面は有効ですよ。はい、またこの番組並びにレディオバレーの森田の部署大前神様では、常に、スポンサーさんを募集してございます。サポートしてくださる方遠慮なく私の方にこちらお寄せくださいということでして、今日のゲストの方は2019年の6月以来でございますね、随分ぶりでございますよ。はい、大変面白い方が来てございましたよ。アメリカでも1、2を争うぐらい面白いね、ね、本当にクリス・ロックかこの人かっていうぐらいの方でございます。早速お呼びしたいと思います。ジャボリさんでございます。どうぞ。どうも、
ジャボリです。ジャボリさん、ありがとうございます。どうもどうも。いや、今気づいたんだけど、はいはい、時計にね、はい、2月29日にちゃんとなってるんだねって。なってるんだねって、どっちで確認してるんですか？まあ、ど私が言うのもなんですけど。ほんまやな。私が言うのもなんですけど、どっちで確認してるんですか？これ、これはもう日付も何も出ませんね。なんで2つしてるんですか？これですか、うん、アップルウォッチの保険です。アップルウォッチの保険、うん、アップルウォッチはこれ1日で充電切れるんですよ。なるほどね、はい、うん、でも時計は1日で充電切れないじゃないですか。そうですね、はい、これが切れた時に時間わからなくなるから、これで見る。なるほどね、はい、あなたは何ですか？僕はこっちだって、はい、あの東京の時間ですよ。ああ、東京の時間で、はいはい、はい、こっちは大阪の時間。いや、同じ日本やねんおい。同じやろおい。一緒か。ずれたとしても1分ぐらいじゃん。若干違うけど、ね、若干違うのはただ時計が違うから。8秒同じ時計でいいじゃない。どっちも G ショック。 G ショック受けるほどのショック受けないでしょあなた。まあショック受けないけどな。ショック受けないでしょう、うん、はい、まあ、いろいろあるのかもしれないですけど、うん、それでもこの G ショックはいいやつじゃないの？いや、まあ別に2つともパチンコでゲットしたんだよ。アメリカ人がパチンコで、そう、1箱1箱、あのほら、あの今はほら自動にバーって入ってるから、はい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 、そういう箱ごとはないけど、はいはいはい、昔は箱でした後ろにね、はい、あのだから、でも一箱5,000円ぐらいじゃないの？だから一箱なんですよ。でこれも一箱。あ、じゃあその日二箱出たってこと？じゃなくて別の日？なんかね、これ何年前ですかね、もう8年ぐらい前ですかね、新規入る前なんですね、前に東京の方でね、はい、3日連続でめちゃめちゃ買ってたんですよ。で合わせて100万ぐらい。うわ、すごいじゃん。そうなんですよ。だから1日目、まあ、35万ぐらい買って、あ、まあいいかなと思って。でもパチンコのスロットじゃなくて、パチンコ、パチンコだけで、1日目はまあ30万ぐらい買ったから、1泊ぐらいだからいいやんと思って、はいはいはい、1泊ぐらいね、赤いのゲットして、はいはいはい、で、まあ、なんか次の日に行って、はい、でまた35万ぐらい買って、すごい、おほんならもう1個生活できるところ下げちゃうの、ね、でもう1個、うん、で3日目に行ったらまた30万ぐらい買って、すごい、ほら黒もあるんですよ、うん、どこにつけてるの？あのそれ持ってきてない。何やねん。なんで3ついる？いや知らんがな、ね、今この感じやったら3つでどうすんの？東京の時間、大阪の時間、うん、岐阜の時間とか名古屋とか、まあまあまあ、行きましょうか。何やねん。行きましょうか。意外と苦手やん。意外と苦手やん、こういうの。だって面白くないもん。何が？2つぐらいでいいやん。足にもしといたらええやん。足にしたら意味ないやん。いや、意味ないことないやん、別に。見る人いないし。いや、だからその、余計ジョークになるやん。だから、じゃあ4つ、うん、4つにするやん。1、2、3、4。ああ、ここに、ね、そう、東京を。うん、でも、東京って言った瞬間に、大阪言った瞬間にもうバレるじゃないですか、うん、こっちの。沖縄とか、いや、だから見えてたらあかんや、見えてなくってこの辺とかは、なるほどね、アームウォッチでかいからな、ここ。あ、そうか、まあ、回らないんですよ。どっか地図細いとこないんか、ないんか、いや足首よ、まあ、それもでかいね、でかいのか、うん、なん無理やな、無理な、うん、か、うん、ないこの4つでいいやん、これ東京、大阪、うん、はい、岐阜、名古屋、なんでやねん。いらんわ。以上です。以上ですね。以上です。おもろいな。面白い。うん、久しぶり。久しぶりですよ。いや、俺びっくりしたんですよ。2019年。そうです。6月以来。6月以来というのはもう5年前じゃないですか。まあじゃあ約4年前です。4年前。4年前。あ、いや5年前か。5年前だ。本当だ。5年。まあまああなたは一時期ちょっともうやめはんのかなぐらい。もう新喜劇がずいぶん遠ざかっておられたじゃないですか、コロナも含めて。やめるか。そんな入れてラッキー感じてないでしょ。いや、でも本当ね、あのコロナになってから、はい、一瞬どうしようかなと思ったんですよ。いや、もう、はいはい、もうあの収入とかね、はい、もうやばいなと思って、はいはい、なんか普通の企業の仕事を。そうか、だからコロナまでは普通にあなたはもうその企業のお仕事は辞めてて、まあ、ご自分でなんかそのパートタイムじゃないけど、そうなんかそういうのやってありましたよね、そのなんか翻訳の仕事とか。そう新喜劇プラスそういう翻訳の仕事で、はいはい、まあなんとか、はい、なったんですけど、生活できた、はいはい、あと車貸したりとかして、そう、うん、で車のあのコロナに入っちゃってから、うん、もうやばかった、うん、もう下り坂やったから、はいはい、もうどうしようっていう生活ができない、そうですね、うん、なので、でもそんなこんな失礼な話、うん、そんなに吉本興業からのギャランティーってそんな良くないでしょ。めっちゃ安いよ。いいでしょ。やばいよ。いや、それやったら別にコロナになったってそのままパートタイムもや
やばかった。パートタイム自体が仕事がなかったの。パートタイムの仕事も落ちてて。あ、落ちてたんや。で、あのその当時、はい、あのギャラはあの時から上がってますよ。ああ、ギャラが、はいはいはい、あのでもあの当時はちょっとね、はい、うん、1ヶ月頑張って毎週出たとしても、うん、もうああ、はい、無理じゃない、言っちゃうんですね。あの昔ね、1ヶ月ですよ、うん、毎週出番が、あ、毎週出番、毎日の出番、毎週出番って言っても毎週で4週間、4週全部出て、皆さん聞いてください、4週全部出て、そうそう、ね、30日いわゆる、そう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 、30日働いて、おいくら、うわすごいよ、手取りで1日駐車場の最大料金ぐらいですよ、まあ、ね、あれからちょっと上がったから、上がった、まあ、いいんだけど、うん、今はね、まだまだ毎週出たとしてもちょっとギリギリかなっていう感じですね、うん、ああなるほど、うん、まあまあ でもその時にはもうこれやばいと。でどないしてはったんですか、そのもういてパートタイムの仕事もなくなってきた。だからまあたまたまラッキーで、はい、東京にいる昔、うん、まあ、昔一緒に働いてないけど同じ業界にいる人から声かけられて、はいはい、なんか人事の仕事やりませんかみたいな。人事の、はい、だからもともと人事だった、あ、はいはいはい、ずっと、はい、なのでなんかたまたまラッキーで、はい、なんかやりませんか、はい、って言われて、おお、お願いしますって、はい、で在宅で OK っていう話だったんで。在宅で人事できるんですか。そうなんですよ、あの採用管理っていうか、うん、あのなのでもう、でも面接では何だってこの人どうのこうのとか言うわけじゃないの。そういうのもありますよ。でしょ、もちろん。でも全てコロナの中だったんで、うん、全てオンラインでできるもんじゃないですか、うん、ああ、そうかそうかそうか、ネットミーティングみたいな、うん、そうそうそう、だからまあそれでちょっとね復活したというか、はい、あの生活できるようになりました。でも聞くところによると、その東京の方に行っておられて、ずっともう大阪の今日も引き払って。そうですね、あの1年半ぐらい、はい、一旦東京に戻りましたが、はいはい、東京ずっと生活しておられて、はいはい、そこは人事部で、はい、その普通のペイペイとかじゃないんでしょ、やっぱそのキャリア。それはそうでしょ、それそうキャリアもあるから。いや、もうそうそう、歴史あるからね、はいはい、あので17年間東京でそういう仕事してたから、そうそうそう、でそこを認められて、そう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 、部長見たこと、人事部部長見たら、まあ、部長まではいかないけど、ね、はい、外資系、外資系です。はあ、そこやって、いい給料また入ってきて、いい給料入って調子乗っちゃって早っすぐ調子乗るよ。いやいや、だからそのまま毎月円から急にドーンって上がったね。え、だから日ぐらいの生活からその外国人が日本来て貧窮してる場合やないから、東京でこんな話していいのか。いや、いいんじゃないですか。だって公表してるんでしょ。その中でもたまに出番で帰ってきた感じ。あ、そうなんですね、はい、それはなんかそんな、まあ、どういったの、買って聞くの。買って聞くってだから要はフレキシブルな、そんなに。まあまあフレキシブルな感じでしたね。へえ、まあ、ちょっと休憩しながらこういう状況なので、うん、あのちょっと休みます、休むっていうか、うん、休みますけど、まあ例えばあの、週末の営業っていうのは新規がけあるじゃないですか、はいはい、地方で、はい、だからそういうのだったらまあいけるんじゃないかなっていう話になったんで、ね、ただ、はい、東京からあのほら、あの吉本っていうか新喜劇ルールっていうのは、はい、どっかに行くときは実費じゃないですか。まあ、まあ、これで大阪から、そう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 、大阪からだと大阪から東京に行きますは、お金出ます、そう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 、会社が出しますよ、そうそうそう、ね、でもその例えば大阪から、名古屋に行きます、これも東、まあいや、あ、吉本興業出します、そうそうそう、でも東京から名古屋来ますは、はい、はなんでみたいなことですからね。だから実費なんですよ、はいはいはい、自分で払うっていうのは、はいはいはい、それも結構高くなったっていうか、はいはい、あの毎回なんか週末だけで来て、はいはいはい、ホテルも取って、はいはい、飛行機代も取って、はいはい、一週ワン週末だけで、まあ、7万ぐらい使って出番して、だから結局マイナスなわけ。まあまあでも、うん、けどその人事の方のお仕事では結構キャリアがいいから前にもよくってまあまあまあ別にそんな東京からちょっと来るぐらいは別に大したことじゃなかったでしょ。大したことないくはないよ。あ、そうなの。まあまあ、だから毎月毎月だから毎週末とかだったらまあまあ大変っていうあれだったんで、はい、まあ、うん、
1ヶ月とか2、3ヶ月に1回とかの出番、はい、まあ、ちなみにその1ヶ月6万円ぐらいとか吉本興業からもらってたそのギャランティーの何倍ぐらいをその東京の会社の方でいただいたんですか何倍ぐらい、まあ、いいじゃないな、あーそれはわあすごいじゃないそれはそうでしょう。だって、企業だからはあ、そうちゃんと、いやそれはでもらってないと、ね、だから僕のギャラと森田さんのギャラの違いぐらいですよ、はい、いやいやいや、いやだってベテランじゃないですか。なんでベテランか、あのね、そのベテランとかに、ね、もうカウントされますよ、20年だからですよね、はい、でもね、あの売れてない以上ずっと若手やで、ギャランティーなんてね、そんなあなたの10倍アホでないよ、ほんまに。初めてアメリカ人に殺意を覚えたわ今ないないわ、あるかいな、そんなもん。いやもう普通に、ま、なんか1ヶ月100万とか、なんでこんなやつに飯おごらなあかんねんって今日も思ってたからなちゃうやんけ俺らもう安い安いパスタ頼んでるのに知っとるだけ高い高いハンバーガー頼んでるからハンバーグランチ、俺エビ食えないからな、うん、じゃあこのハンバーグいいや、これいい、お構いへんが頼んだら言うて1600円だ。そうだったっけ。そうやぞ、オーマイガー。俺もうエビも何にも入ってへん、むちゃくちゃベジタブルなベジーな1100円のパスタこうやって食うてたこれどうやって食うのかな森田君優しいから。何が優しいから。食うんやあれ。ありがとう。食うんやあれ。ジャニーズルールないねん先輩食うって呼ぶやつないねん先輩後輩はやめましょう。いやいや、この中でえもうお兄さん弟って感じでいきましょう。いやお兄さん俺がしたやないかわなお兄さんねえ兄さんって切らねえ。いやおかしいやないか。いやちょっと待って、いやフラットやったらええで、ね、いやだから先輩後輩やめましょう。フラットでやったらええで、うん、兄さん弟おかしいやろお前何でそっちが兄さんに行かなかんねん。俺年で考えてたね。今年50歳おうおうで今年は今年49。弟やないか。いやだからよいやそれやったらおなおかしい。でも俺先輩やったら。いやでも違うやんか。あなたお兄さん、私弟かもしれないよ、うん、でも先輩後輩やん。そうだからどっちがなくしましょうって、なんでそっち残んの。おかしくないかお前。おかしくないよ。なんでやねん。これアメリカのルールや。いやアメリカのルールやったらもっとむちゃくちゃやないかもな。もうそうかな。そりゃそうやかな。なんないけど、まあ、だってな、年下がさ大統領だとどないすんの。30歳で大統領だとなんて言うの。プレジデント。なんでこの人がどあなたとこの人どっちが偉いの。まあプレゼデント。いやだからそうやまあもないやんか。もうまあもなこっちが偉いやんか。だってプレゼデント。いやだからアメリカルールやったらそうやんか、うん、プレゼデントじゃないやん。じゃないよ。分かってるけど49歳。いや50歳。いやだからいや昭和45年やな。昭和50年や。昭和あそうかそうか昭和50年や。昭和50年。昭和49年や。いや分かってるよ。だからお兄さんいやアホだやないねん別に俺が昭和50年で1個上で49って分かるよそら。せやないやないねん。せやないないねん。だから お父さんじゃあお父さんに思うかほら飯おごれやもうお前なあ全部やってくれお父さんなんめっちゃ上がったなめっちゃ上がったなやないわ。いやだからお兄さんまあお兄さん弟じゃあフラットで行きましょう。いやだからそれを言うたやんかあんたそれで行きましょう、うんそれがいや別にあなたと先輩とか別に応募するのあんま意識してないよあなたに関しては。あ、ありがとう。だってそもそもさ私が先輩として何か言ったとしてもいやそれは違うって言うじゃない。言うよ俺。だからよだからこちら側としてその芸能界というか芸人としてのルール言ってない、うん、だからおかしいんだよ日本人はとか言うや、ね、言わんねんだからそれは。あそうですか兄さんすいませんって終わりやねん。それいやそれは違うそれは違うなあだから日本人はダメなんだよとか言うや。めっちゃ笑ってるやんけ。めっちゃ笑ってるやん。いや俺はね、うん、あの英語で言うと、うん、I'm a realist realist I'm a realist。 いや英語とまで言う現実的なのでだから一番最初、うん、あのいたじゃないですか。いたじゃないですか。まあまあな死んだ人みたいにまあまあまあモリテンラブヨシ。ああ